そろそろ大河ドラマで鈴木が書いた合戦が出てきます。予習にどうぞ。金ヶ崎の4人、姉川の4人、大絶賛発売中、鈴木喜一郎作家ラジオ。<noise> 今日のテーマは、新編雑誌が小説の新描写につながる理由とは えー、今日はまあ、雑談というかまあ、まあ、これたです。えっ、ー、とお、タイトル通り、その新編雑記って大事だよねっていう、まあ、その話です。えっ、ー、と、こう、あれだね、イラストレーターさんがよく、ツイッターだとかインスタだとかでこう、 えー、あと、ピクシブなんかで、えっ、ー、と、イラストの実物をあげてるよね。えー、で、二昔前だと年賀状に、あの、イラストレーターさんの年賀状っていうのは、その、イラストを描いて年賀状を送り、それがイラストのサンプルだったっていう、そういう時代がありました。今、ピクシブだな、えー。それに相当するものって、小説の場合っては何だ っって言ったらまあメールのやり取りで業務連絡を先にして、ね、それにあとちょっと一言書き添えるまあこんなことあったよねっていうこんなことありましたよとか今だったらちょっとあの桜咲いてきましたよねっていうそちらどうすかとかっていうようなことを一言書き添えるとかっていうことがこれがその要は文章のサンプルになるしそれが その、その人の出力の目安にはなるような、ということはあります。で、ね、えっと、うちの講座で受講生とのやりとりを見ているときに、えっと、受講生とのメールのやりとりで、まあ僕はあまり細かいことは言わないです。あまり細かいことは言わない。ただ、ああ、<laughs> こう、メールのやりとりをしていて、 んで、作品の進行状況だけ、何枚まで進みましたええー、っていう、それだけで終わってしまう人、結構います。原稿を書けませんっていうところの、どうやっても原稿が進みませんっていう、ただそれだけを書いてくる人とか、っていうのも珍しくないです。ええー、そういう場合、その、 をそのメールを受け取った先生のやることというと、わかりました、頑張りましょうっていう。まあ、それを書くしか、他にコメントのしようがないよね。話広がらないよな、っていうことはあります。んで、こういう時にやっぱりね、あの、新編雑記っていう、その、小説講座の先生に新編雑記を書く。 どういうことかというと自分の身の回りのことを読者としてまあ小説講座の先生ってはっきり言って分かっている読者でね読者にどうやって楽しんで読んでもらうかっていうことのを訓練でもあるわけだ。えー、で じゃどうやって訓練をするかっていうとか、まあ、こんな面白い話がありましたよとかっていうあのさそこまでのことは別に求める必要はないんだけどあのどんなことがあってん例えば本当にさ今だったらまあ葉桜になりましたねとかえー <laughs> 葉桜になりました。うちの,ううちの娘がまあそろそろ学校行くはずなんですけど例年だとうこの入学式だとか卒業式のシーズンっていうのは、うん、まだもうそろそろ桜かなと思ったのに今年早いですね。その一言でもいい。するだけでこうその一言を書くことによって 例年よりも桜が早い。その人には家族がいる。そして、えー、いくつぐらいの年か家族がいるんだということもわか,かる。そしてそれがあ、どこでそんな場所がこういう、そういう光景があるかということが、こちらに伝わるっていうこと。それがなぜ必要なのかというと、小説のシーン、 を描くというときにすごく重要だったりします。あの、とてもよくあるパターンとして、このシーンがどこのシーンなのか、いつのシーンなのか、そこに誰がいるシーンなのか、何のためにそのシーンが必要で、そのシーンで著者は何を伝えたいのかということが、 これがわからない。いわゆる真の 5w11 がわからないということは、えー、と、これ、えー、と、とてもよくあります。うん、まあ、わからないのが標準的な、うん、標準的ないよりも、まあ、わからないのがだいたい8割から9割ぐらいです。だいたいそのぐらいです。で、まず真を、その、読者に、えー、知らせよう、伝えようっていうのは、 これはね、えっと、才能とは関係ないです。もう技術の問題です。ええー。で、このシーンが書けないということの一つ、シーンが書けないということは、これ、あのお、ちょいちょい長編が書けません。どうしたらいいですかっていう、まあ、そういう人はほぼほぼ例外なくシーンが書けない。なぜかと言ったら、 その、そこで何が起こってるか書けないから、そうすると枚数足らなくなっちまうんだよ。<laughs> 枚数がた足らなくなっちゃう。枚数が余っちまうんだよ。そういうことって結構あるのでね。だから、あの、まず自分の身の回りを見回すっていうこと大事です。で、こう、面白いこと書こうってしなくていいっすよ。つまり、 自分の身の周りで今何が起こってるのかっていうことを書く。この時によくやらかすのが、新聞だとかを見て、新聞を見てそこから性能で書き写すっていうケースって結構あるけれど、そうじゃない。新聞で見てわかるようなことってのは新編雑記じゃないからさ。で、あと、今まで感じたところでこんなことがあったんですよっていう時に、そのタイムスパンが長いことって結構ある。 シーンを伝えるんだから、それはいつのシーン、どこのシーンで、そこで誰が、まあ、基本さ、誰がっていうのは、これ、指定者は、その、新編雑記を書く、そこのあなただ。あなたが、あ、あなたが、どこで、いつ、う何をしたときに、例えば、今だったら、あなたが、 ああ、うん、桜を見に行って、ええー、そこで何をしたか。桜を見たときに散っているのを見ながら、ああ、菜の花が。あなたが、ああ、介護しているおばあちゃんを、ようん、要介護のおばあちゃんが、まあ少し調子がいいから、じゃあ桜見に連れて行こうかっていうふうに連れて行った。で、そのお,おばあちゃんが、 うん誰かわからんけど、親切にしてくださってありがとうっていう、まあそういうおばあちゃん、うんまあいろいろあったよねっていう風に、そうして連れて行った時に、そのばあちゃんが帰り、帰り際に、うん本当に菜の花が綺麗でと、おい桜全然見とらんかったのかよっていう、そこで思わず力が抜けました、なんていうような話をした時に、 その話をするだけで、そのおばあちゃんっていうのは、あんまり、あ、認知進んでるよねっていうことと、その、うん、まあ、人格が破壊されてないっていうか、まあとりあえず、その、ぶつっと切れるタイプの認知じゃないよっていうことで、なんか穏やかな気分になる。そして、えー、桜ではなくて、地に咲いている、その、 菜の花を見て綺麗だったっていう、そこを感じるときに、まあ、ああ、その事実を見て我々って結構桜ばかりに気を取られてるよねっていう話にしてもいいんだけど、まあそういう、そこまで言わなくてもいい。そういうことがあったよっていうこと。そういうエピソードが一つのエピソードになるよね。ん、ね、で、そういう切り取り方をする。 っていうことって大事です。ええー。だから、対処交渉に立ったことというよりも、まず身の回りをしっかり見る。そして、えっ、ー、と、起こったことを一つ一つ切り分けていく。ということ。あの、こう。 例えば、その、それを誰に向けて話しするかによって、これは違います。で、僕が受講生と話をする場合には、受講生は外部に漏れる心配をしなくていいので、だから、割と目の前のことをガンガン書けば OK です。で、えー、これが例えば公開の場でね、えー、ノートだとか、あえー、ノートだとか、ピクシブだとか、あ なろうだとか、書くよ、書くよんだとかの、あの、投稿サイトで公開するとなったら、これは書いちゃう、あの、個人が特定されるから、書いちゃダメだよねっていうことあっても、まあ、あの、僕とのメールのやりとりだったら、まあ、そこから漏れる必要がないので、まあああ、そういうレギュレーションってことを気にしなくていいっていうことあります。ええ、この YouTube、 よくネタバれしてるって言って、僕はひ、ひくら言ってます。なぜネタが、ネタバれするって簡単にネタバれするかっていうと、公開できる情報が少ないからだよ。えー、そういうことがあるので、やっぱり公開できる情報でみんながわかる情報ってのはそんなに多くはないんだけど、クローズドの場だったらいくらでも話ができるっていうことが、それはあるのでね。 んで、やっぱりね、あの、誰かに向けて自分の身の回りを書くっていう、そういう習慣をつけておく、そういう訓練をしておくと、そうすると、小説のシーンを書くとき、エピソードを描くときに、ええー、一体そこの、この登場人物、作ったキャラクターが、 その場面で何を感じ、どう行動するかということが、それができるようになるのでね。で、これは、あの、誰でもできる、新編作りなんてそんなに難しいもんではないので、誰でもできるんだけれど、毎日コツコツやる習慣をつけておく。継続して、こう、自力で。これはまあ、文章力だとかストーリーに属することなんだけれど、やはり、 毎日コツコツやることによって確実に上,すあの上昇するものではあるんだけど、ある一つでものすごく力がつくというものではないので、コツコツコツ,コツやっていくということが、それが重要です。まあ、あのー、 どういうやり方がいいのかなうちの小説講座の場合だと、じゃあメール、うちにメール送っといでてっていう時に、そのメールにちょっと新品咲きとか書き添えると、それだけで違うよっていう、そういうことは言うんだけど、まあ、そうは言っても、やらない人はやらないし、やる人はやるし。まあ、そんな風だね。ただ、まあ、うーん。 こう！身の回りのことを書くっていうことを。習慣づけることって結構大事です。この番組へのお便りご質問を募集しています。google フォームで匿名ボックスを用意しました。概要欄からアクセスしてください。その時にラジオネームを書き添えてくださると嬉しいです。 鈴木貴一郎小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川乱歩賞や横溝清オー大霊の新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド、Apple Podcast、Google Podcast、 スポーティファイアマゾンオーディブルなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで鈴木喜一郎作家ラジオそんなところでではではでは。